3番大山4番佐藤の方がよくね。近本中野大山佐藤森下前川坂本木浪の並びの方がいいと思うんだけどね。大山が今年も出塁率スタイルなら5番6番7番で打点稼ぐより大山の後に4番5番6番で打点稼ぐ方が7番キャッチャーも楽になるし、4番は誰だとかそんな問題じゃなく。ええね。このままだと中野挟む意味ないんよね。しょぼい打者上位に置く必要ないし。その方がいいと思う。今年は少し大山の負担を減らした方がいい。さすがに岡田もフル出場は考えてないだろうし、少しずつ佐藤、森下、前川にシフトしていけばいい。ノーエラーで中野にもマルチヒット、大竹岩崎ゲラは万全。前川スタメン掴む長打、相手の好守備でヒット1本損する。糸原仕事する。ええことばっかやな。あとは怪我人の復帰よ。中野もグリップ下げてみてほしい。中野が打ってくれて安心。中野が打った時、ベンチの選手たちめっちゃ喜んでたよな。やっぱり中野が打たないとみんな心配するし、